Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながら人生相談ね、乗っていこうと思います。前回は中華飯店で、ヘリコプターをバーンって爆破させたところからスタートしてやっていきました。ということでね、早速ね、この扉くぐったら何が待ってるんだろう。ちょっとドキドキなんですけど、タブレットのオートリロードについて。あれ、オートリロードなんてあったっけ？ああ、シーンになりましたね。シーンになったっていうことは、文才なんていうもんだろう。なんちゃら研究所って書いてある。まあ、それはいいや。じゃあ質問ね、早速読んでいこうと思います。人生で一番お金を使ったものは何ですか？はい、ありがとうございます。人生でお金を一番使ったものか。これは何だろう？これから自分がどういうものに使っていくかっていう、まあ、指標にされたいっていうお話なんですかね。そうだな、人生でお金を一番使ったものといえば、第1位は結婚式かな。結構嫁さんの方が子供を、あ、子供じゃねえ、子供いっぱい連れてくるってどんな嫁だ違う違う、子供じゃなくって、会社の同僚とかね、まあまあ、共通の友人とかも、ま、呼んだっていうのもあるんですけど、結構な人数呼んでくれたんですよね。でトータルで親戚入れて75人80人くらいだったから、まあまあな額になったんですよね。それがまあ人生で一番使った金額なのは間違いないかな。まあ、うん、百万円っていうのはもう余裕でぶっ飛んでいきましたよ。で、まあそれが、まあ結局でもね、結婚式ってご祝儀も返ってくるんで、だいたい3分の1から2分の1くらいは返っていきますから、うん百万円使ったって言ってもね、まあそのうちの半分は、ありがたいことにご祝儀でいただいたものだというところになりますので、まあ、そこはね、大丈夫かなと思いますけど。これちょっとレオに負けるわけじゃない。レオに負けるわけじゃない。はい、OK、終わった。え？いや、終わったやん。うっそう。敗北。マジか。やられましたね。まあいいや。そう、まあ結婚式で間違いなく使ったかなっていうとこかな。まあ今でもね、家族婚とかがね増えててね、結婚式自体には能力をあまりかけないっていうね、カップルも増えてきてるて、まあそれはまあ当人たちのね問題なんでね、いいと思いますけどね。僕はもう結構やってよかったなと思ってますよ。あんなにね人をね大勢集まるっていうのは、まあありがたいことに、そのコロナの緊急事態宣言が出る2ヶ月半前にね、式を挙げることができたんで、その時はね、まだまだコロナっていうのは問題なかった時期だったんで、なんとか開催できてよかったかなと思うんですね。でその次に使ったのっていうと、やっぱり新婚旅行だから結婚に絡むと費用使いますよ。さすがに1000万とかまで行ってないけど、結婚式で行くと、まず旅費とホテル代だけで105万だったかなくらいかかりました。で NBA のチケットとか現地滞在費等々で、だからトータル150万円くらい使ったんじゃないかな。ゴリラ肩パン、と思いますね。多分そのくらい使ったと思いますよ。NBA のチケットが2人で、で選手が出場してくる廊下の横の席取って、9万円くらいだったから、まあ、1人4万5000くらいの席、まあ、この時点でも120万くらい飛んでますよね。で、食事食べたりとか、まあ、それから後半のハワイで結構お土産物買ったりとか、それから何だったっけ、ああそうそう、スパ行ったりとかで、ね、結構贅沢したりとか、一食2人でまあ1万円軽く超えるようなレストランで結構贅沢をさせてもらったりとかしたんで、30万くらいは1週間でポッと使ったんじゃないかな。まあ、ディズニーランドとかね行ったら、そこで買うお土産代とか、まあ、それから何だっけ、ああそうそう、やっぱりそういうところで食べるご飯とかも結構高かったりしますからね。まあ夜ご飯はね、あんまりね、やっぱりね、アメリカとかで食べるご飯ってなると、なんかうまく注文ができない、英語喋れないとうまく注文できないっていう壁があるから、なんとなく分かる安いやつだと頼むみたいなこととかあったりしますからね。僕一回アメリカに行ったとき、一人で行ったときに、なんかピザ頼むってなったときに、こう何頼んでいいか分からないし、で向こうの場合ってなんか日本はなんとかピザっても決まってるけど、アメリカの場合はプレーンピザ、チーズだけが乗ってるピザ買って、でそれの上に何乗せるみたいな、こうプラスアルファみたいな感じで、ね、その仕組みを知らない
らなくって来たら、あれ何も乗ってねえピザ来たみたいなことが初日あったから、あの2日3日目の時にはあの皿に乗せてとか、あのなんかペパロニ乗せてとか、なんかそういうのをやったりとかしましたね。 OK、 今度は勝った、勝利っていうところかな。だから、うん、結婚式で400万円、これはまあちょっと、具体的には言えないけど、まあまあまあ、400万かかりました。で、新婚旅行110万円っていうとこかな。あと何が高い買い物としてあったかな。株も一株ずつくらいだったらそんな高い金額を使っているっていうわけではないんですけど、まあ、トータルで見ると、まあもう100万くらいは突っ込んでたはずなんで、まあそのくらいのお金はかなっていうのかな。とりあえず多分このパートでチャプター3くらいはクリアできるんじゃないかな、多分。この後ね、カーチェイスが起こるんでね。あれ、なんかあんな電話でかけてるシーンがあったっけ。まあいいや。で、それから他に高い買い物といったら、まあ引っ越しの時にいろいろ、まあ結婚しての引っ越しの時にその引っ越し代とか、そこで使うための家具家電を買うお金でいったら、やっぱトータル100ぐらいかかってるんじゃないかな。冷蔵庫だけで25万円かかった、本棚1万円で、あと、まあ、椅子テーブルと、それからソファーも10万はいかないか、ソファーさすがに。何ぼだったっけな、もう忘れちゃったけどな。まあでも引っ越し代とかで、まあ100万は言い過ぎだけど、まあ5、60万はざっとかかってるよね。ああ、で、あとそうだ。あの、最初の、あの、入居するときのね、あの、お金とかも結構ね、あの、敷金、礼金とかってのかかし、礼金が高かったんだ。駅地下っていうところでね、そういうのがあったから、結構高かったんですよね。礼金は完全に掘られたなって思う。っていうことですね。すいません、なんかかっこいいシーンのところで金の話してて申し訳ないです。ちょっと黙っとこうか。What are you doing here? Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this. No, it wasn't her. It was Simmons.The National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people, including the President, because of Simmons. She's working for Neo Umbrella. You know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am.SAA will handle Ada. You take care of Simmons. Chris! I know you'll do the right thing. だいたいバイオハザードってあれだよね。行こうとしてるところを目元に繰り返せるよね。素直に生かしてやれよ。はい。ということで、ね、そろそろムービーも終わりますんで、次の質問に、ね、やっていきたいと思います。はい。ということで、続いては、コロナが収束したら海外旅行に行きたいと思っています。ブルーホスさんがこれまで行った海外の国ので、おすすめの場所があったら教えてください。まあ、行った国は全部おすすめですけどね。アメリカ、ロサンゼルス、ハワイ、それからインドネシアのバリ島、で、あと、イタリアのミラノ、で、スペインのバルセロナ。まあ、修学旅行で韓国は行ったけど、韓国だったらナンタ、
ていう、なんか料理を作っ、なんか料理番組付き、まあ、料理番組というか、まあ、料理を作るショー付きの、なんか、吉本新喜劇みたいな感じかな。うん、吉本新喜劇が好きな方はね、なんだぜひ行ってみたいと思います。言葉通じないけど、何やってるかっていう、その仕草では分かるから、すごい面白かったですよ。うん、韓国語でも笑えるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思いますね。うわ、これピアスが運転してくれるかすげえ楽、もう打つだけ、うん、タイヤが吹っ飛ぶっていうさっきあったけど、あんなの初めて見たな。まあまあもうそのとこですね。で、イタリアだったらドゥオーモだね、ミラノのドゥオーモに行くのがおすすめですかね。ただまあ怖いのが、黒人のが二三が持ってフリーフリーって言って日本語で喋りかけてきて、あ、フリーって日本語じゃねえよ、ね、なんか長友とか中田とかね、サッカー選手の名前を言いながら、ミサンが手首に巻いてきて、で、お前20ユーロ払えって迫ってくるっていうところがあるんで、気をつけてください。で、スペインのバルセロナはもう言うまでもなく、まず間違いなくサグラダ・ファミリアですね。僕も小学校4年生の頃から、サグラダ・ファミリア見に行きたくて仕方なくて、約10年くらいかかって、その夢が叶ったっていうところだったんで、もう生見た時は、あまりの、感動、涙したくらいね、もうすごかったですね、感動しすぎて、うん、であとは、まあ、カサミラっていうね、同じく、ガウディ、そう、ガウディが作った家とか、実際に住むことできるらしいですね、まあ、見学できるポジションと実際に住むことができるポジションともそれぞれがあるというところと、であとは、まあ、グエル公園はすごいね、街を見下ろすこともできる、まあ、すごい景色のいいところなんで、まあ、ちょっとした散歩で行くにはかなりいいところではないかなと思いますね。あと、そうそう、バルセロナって、結構、まあ、パエリアが同じメニューで別々で提供しているお店がいっぱいあるんで、まあ、どこで食っても同じクオリティの美味しいものが食べられるっていうのはすごい良かったかなと思いますね。であともう一つが、そうそう、イタリアのピザめっちゃ安かったですね。日本だと M サイズでも宅配だったら3000円くらい普通にかかるところが、向こうだと7ユーロ、8ユーロとかで、で、日本でいう L と M サイズの間くらいのピザ食えるんですよね。うん、だから日本の金額の4分の1で M サイズの 1.5 倍の量食えるんだったら、まず間違いなくピザ食べた方がいいっていうのはあるな。うん、っていう意味で食事はおすすめ。そういう意味ではおすすめですね。でパスタは、まあ、パスタはそんなにね、日本と、料金は変わらない。で、クオリティは、僕個人的には、向こうのカルボナーラの方が、日本で食べるカルボナーラよりも結構好きっていうのはあったな。なんかね、食べた後の、そのクリームの、香りっていうのが、口の中にふわーっと残るんですよ。それがね、日本で味わったことのない風味だったんで、すごい良かったっていうのはあります。で、あと、ハワイは、リゾート地なんですけど、アウラニリゾートっていうね、ディズニーランドホテルみたいなもんなんですけど、ディズニーキャラが、ハワイのキャラとか含めて、まあ、メインキャラね、ミッキー、ミニー、プルート、それからチップ&デール、ドナルド、デイジー、グーフィー、で、あと、ニモじゃない、ニモ歩いてたら怖い、じゃなくて、モアナとか、あとアロハ、誰だっけ、スティッチとかがこう普通にいるっていうようなホテルなんですけども、グリーティングができたりとか、そこはね、カップルで行くのも楽しいし、お子さんができたら行くっていうのもすごいおすすめなリゾートホテルっていうところですね。だから、まあ、計算してみると1泊7、8万円くらいするすげえ、ちょっと高級っぽいホテルにはなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、リゾート地でもそのくらいの金額だったかな。で、バルセロナじゃない、バリ島だったら、どこに行ったかってね、もうね、12歳だったんで、地理的なことはね、正直もう覚えてないんですよ、残念ながら。ただ、どこで見てもいいと思うんですけど、ケチャックダンスっていうのは、めちゃくちゃおすすめですね。悪い奴らに囚われた、お姫様を助けるために猿が暴れまくるっていうのを、
ダンスとあの歌に合わせながら進んでいくっていうストーリーなんですね。チャッ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 ロサンゼルスはもう言わずもがな、もうバスケが好きな人はまず間違いなく NBA を見てくださいっていうところですね。うん。今なった時、スティープルセンターがなんか名前変わったんですよね。シンガポールが出資してる会社かなんかの名前になって、すごいダサくなったっていう、ダサくなったんですけど、なんて名前だったかちょっと忘れちゃいましたね。うん。まあ、調べたら出てくると思います、今の、ね。で、それから、まあ、ロサンゼルス視聴者は興味ある人はね、パッと行ってみたらいいと思いますけど、やっぱハリウッドですね、ロサンゼルスといったら。うん、ゴリラパンチ、ゴリラパンチ、うん、ハリウッドっていうのはまず間違いなくおすすめ、ですね、うん。そこに行くのはまず間違いないということですね。で、ハリウッドに行くときも、注意してほしい。すごい見にくいな、これ。まあ、いやいや。ハリウッドに行くときも注意が必要なのが、まあ、ハリウッド通りをね、歩いてると、まあ、いろいろ見るところあるんですよ。老人形館とか、それから、ミュージアムとかね、ギネスのミュージアムがあったりとか、それからチャイニーズシアターって言って、毎年ハリウッドのアカデミー賞を発表するところとか、いろいろ見どころはあるんですけど、ショーパフォーマーとか、それからなんかコスプレイヤーとかもいるんですよ。で、そのコスプレイヤーが絡んできた時に、やべえ、これゲームオーバーになるかもしれない。そう、コスプレイヤーとか絡んできた時に写真撮ってあげるよって言って絡んでくるんですけど、え、コスプレイヤーって普通こっちが写真撮って頼むんじゃないのとかって思ったりするんですけど、写真撮ったりすると金を要求されるっていうのがあったりとか、あとそれから自称ラッパーがいるんですよ、黒人の。で、俺のハードソウルの歌聞いてくれよみたいな感じで言ってくるんで、CD とかをね、カバンの上に無理やり載せてきて、ただだからやるよとかって言ってくるんですけど、どうせね、懐に入れると金要求してくるんですよ。で、金要求してくるからいらないっつって、まあ、いらないっていうか、無言で CD を床にペッて捨てるとね、ごっつい190くらいのやつが出てきて、てめえ、俺のソウル捨てやがってボケがす、みたいな感じで、突っかかってくるんですよ。突っかかってきた上で、しかも、最後にね、まあ、結局無視しながら歩いてたんで、何も起こらなかったんですけど、最後にファッキューって捨てゼリフだけ吐かれて、どっか去っていったっていうね。これ、本当に大丈夫？もうちょっとでゴールたどり着けるところ、明石海峡大橋今渡ってるところなんですけど、なんとかなるかな、うん。多分大丈夫だと思うんですけど。うん、まあ、っていう話を聞いたら、怖く感じるかもしれないけど、全然ね、関わらなかったら無害の人たちなんで、さすがに奴らもね、一応刺してくる、撃ってくるみたいなことはないから、そこは安心してもらえたらなと思いますね。で、あと、なんだっけ、グリフィス天文台。まあ、ウーバーとかで行けば、15分くらいでハリウッド大通りから行けるようなところなんで、まあ、ぜひ行ってもらえたらな、というふうには思いますね。ということで、このチャプターも割りかのボロボロのスポーツ化、だと思いますね。次回からね、チャプター4入っていくんですけれども、またね、お楽しみいただけたらと思います。はい。まあ、海外旅行はね、やっぱどこ行ってもね、結局行ったら行ったでね、楽しいんですよ。怖い経験も含めて全部楽しいんで、自分がここ行ってみたいなって興味あるところの観光地とかね、食べ物とか買ったら、どんどん行っていくっていうのがすごいおすすめだと思いますんで、ぜひね、コロナ収束したら海外旅行行ってみてください。僕もね、ガンガン行きたいなと思いますんで、はい、楽しみだな、今から。ということですね。ということで、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイチャー。